そういったものが自分の中に普通すとだから燃料として燃えていて、それが心の灯火としてこう心の中の松明としてこう常に内面にあるということですよね。それをどんなふうに言語化していくのか、自分の源泉はそこにあって、それをどんなふうに言葉にしていって、見せていくのかという、そこにものすごくフォーカスを置いた、思想家というふうに、リビドっていう意味ではフロイトのチャートちょろっと見たら火星と土星がスクエアでしたっけ、そうでしたね。でちょっとオブ広めにとれば海王星も真向かい来てたりして、そこはやっぱりリビドっていう意味で大きかったんですね。その火星海王星、我々も持っているアスペクトですがです、ね、非常に私リビドさっきからね怒りまくれ、ご飯食べたくてしょうがないんですよ焼き肉とかそういうこそそういう感じもでも出ますよね。出ますね、はい、食欲に走ってもいいし、性に走ってもいいし、あるいは音楽とかね、飲酒とか ね、 とかね、いろんな方向に沿ってこの軸は発散がつやって向けられますけれども、今これトランジットでもできてるでしょう、ね、だから車がどっかに突っ込んだりとか、それとか酩酊状態とか起きてるんですけど、っていう風な感じがしなくもなく、これもリビドがこうぐちゃぐちゃになっちゃってるっていうような捉え方もあるけど、ちょっとこのその件についてはあの私もいろいろ思うことがあるので、あとでいい、それはちょっとここではちょっとお見せしますけど、なるほどね。でもその、そんな感じでこう、何か時代的な酩酊感っていうのはこう漂ってるのかなっていう気は ね、しなくもないですね。この時の時代もそんな感じでしたか、海王星となんか活躍があったのかな、あったって、少なくメートルに持ってるってことはそれはそういうのがあったわけですね。生まれた時時代生まれた時はそうですねって。でも動き早いですからね、火星だけれども、まあ、まあそうかな、っていうのがあるかな。フロイトはあとなんか金星が羊座でそこにヘッドもついてるのかな。あ、そうですか。ちょっと、出してみましょうね、ちゃんとね。しかもこの金星というのは何でしたっけ、サビアンで言うと、サビアンの度数で言うとちょっとあれかな、ちょっと出しましょうか、出しますね、頑張って、ヒステリックな感じだったか、あ、そうでしたね、その度数が抑圧的な場所でしたよね、お話しされてましたね、フロイト、まあ、お牛座って言ったらみんなフロイトってよく書かれてるあの書籍も多いから皆さんちょっと興味あるんだろうと。そうですね、やっぱ結構その辺で、取り上げられやすい素材ですかね。ヨウは逆に何座だったんですか。ちょっと今一生懸命今鈴木ご隠居は大変ですよね。あのフロイト今引っ張ってきたのでちょっと聞いていただきたいですが、フロイトのチャート見ますと、よいしょで火星がやっぱ軸になってて、で、太鼓、火星がね天秤なんですよ、天秤の初期、初期ででそんでもって太鼓に、お羊のとこに、お羊の頭に海王星、いや木星持ってますね、この人ね、冥王じゃない、ですぐそばにもやっぱ海王星ありましたね、そんな感じなんです、ハウ、まあちょっとハウス、それ火星11なんで、ちょっと、ね、斜めったらあれですね、アセンが何から始まってるんですか。アセンがサソリですよ、もうマシーとかしますね、アドちゃん、アドマシいやでも私その書かせることばっかりに使ってないじゃないのですよ、そして11室天秤に火星があって、それにあって、火星があって、で太鼓に、羊頭の、木星があって、そのちょい前に魚の海王星がでもっと起こってるんですよ、この時代ですね、でもって、DC 前後でのお牛について、いっぱい集まってるんですね、そうですね、バーッとですね、六室側の方に、
金星、金星、冥王星、金星、冥王星もあるんだ、ね、ノードもありますね。あ、ノードもあるから、だからちょっとお羊的な ヒステリック的に抑圧された感じが詰まってるんですということですかね。でクライアントとして、うん、金星の度数 が、お羊、うん、あ、金星、こっちはお牛の前か、うん、ハウス的には、うん、お羊の終わりですね、うん、27度というと、あれですね、暗いでことが抜けてくる感じです。その辺の度数なので、お羊 27、私の前の前ですから、あれか、不発弾、不発弾で、うん、ずっとやっぱあれ、あれは大丈夫かそういう気がします、うん、27だと、想像力を通じて一度失われた機会を再び手に入れる、手に入れる、ああ、ね、贈り物の度数ですよね。ちょっとこう脅迫観念に至っ ってると、うん、可能性を吟味して、脅迫観念ってフロイトがもともと提唱したんじゃなかったでしょうか。いや、そういうんじゃない、その前からありますよ。だからその、うん、もう一回そのなんか失われたものについて、じゃあもう一回手に入れたいっていうのは、そのオブセッションというのをもう少しは持つんでしょうし、そのそれは金星だっていうことで、彼自身がそうだったのかもしれないし、だからそういうふうにクラッとなるかもしれない。彼が金星でそうなの でそういったテーマについてやっぱりなおさら考えて、ね、掘り下げざるを得なかった、考えざるを得なかったっていうのはあったんでしょうね。なんでこっち言い始めたんだっけ本当ですよ、サウジアラビアの話だったら、ね、随分チャートの話、随分チャート読解の方まで丁寧に出しちゃって、作業だけじゃなくて他のアスペクトもそれを表してるのかなってね、ちょっと見たかったんですよね、という感じですかね。火星火星聞いてるねって話からね、火星火星聞いてますし、その辺にいろいろついてるなと、うん、土星と、さっきおっしゃった土星と火星のスクエアだったっていう、その一番最近あったお話だったと思います、うん、ってかこのアスペクトもその太陽のこの辺りの戦いっていうのをちょっと体現してるよねって感じはします、うん、他は誰かいますか。この度数で、考えてみると、うん、例えば、うん、見延辰吉さんとかどうですか。元の東京知事でしたね。東京知事ですね。ですね、はい、昭和の初期どれぐらいの時だか。そんなにじゃないですね。それじゃ革新なんですか。思想的にはそうですよね。うん、あ、そうなんだ。うん、ちょっと待ってね。どうやってですか。そういった部分もあります、うん、で、まあ、もともと憲法学者ですから、うん、でもって、うん、彼の思想で斬新だったのが、うん、いわゆる天皇機関説ってやつですね、うん、あれがものすごく強くて、うん、天皇もそのいわゆるシンボリックが、うん、象徴として、そういう存在じゃなくて、神聖というかな、神聖ですよ、こういうような存在ではなくて、天皇っていうのは一つの機関としてみなすっていう、政治の中の一部の機関としてみなすという、そういった方があったわけですね。でそういった形を取ったことによって、だからその大衆デモクラシーってその時期の政治思想によって、もうすぐまあラディカルな活動をしたというような、そういう人がありますね。あ、思想をそうやってこう極めていた、ね、都知事としてのあり方よりもこっちの思想的なものが出てですね。あ、ごめんなさい、都知事は、うん、息子さんです。あ、息子さんなんだ。美濃部、彼は、あ、そうか、美濃部良吉です。良吉さんの方で、美濃部さんは関係ないってことね、うん、お父様の方ってことですが、憲法学者、憲法学者であり思想でラリーがあるな思想、うん、ですねっていう、ボロッとさっき言ってうなずいちゃいましたけど、うん、そうですねみたいなであとは大丈夫かな。そんな今ので一応なんとなくこの、うん、度数に美濃部さん近いなっていうのが、うん、ね、感じられました。大丈夫ですそれとか、あと、うん、萩本欽一さんなんかもそうですけど、どうですかね、この方のなんだろうな、その戦い、うん、みたいなものがどこに現れてるのかっていうのはちょっとなんか
ちょっとつかみにくいですが、うん、だから非常になんか色良いような、人当たりの良いような、うん、今でこそね、うん、そんな24時間テレビだとか、うん、そんなような感じですけれども、もともとコント55号っていうのはラディカルであるし、非常にこう、うん、坂上二郎さんっていう相棒を徹底的に S 的にいたぶるキャラだったわけじゃないですか、うん、そういうツッコミだったわけじゃないですか、うん、二郎さんがこういじめられて、うん、なんかもうねちっこくね、うん、ちっこくこう攻めていくような、うん、そういうスタイルのツッコミっていうのを有吉さんやってたわけで、うん、それというのが例えばじゃあ、うん、真逆なんですけども、その言葉による戦いっていうんじゃないんだけど、うん、言葉によって攻めて、むしろ言葉で武力闘争さえやってるぐらいの勢いになっているじゃないですか。ね、そういうような現れ方っていうのも、うん、ここで見えてきて、ここに現れてきちゃうんだろうなと。うん、まあその中でそれは芸としてのスタイルとで、ね、スタイルとしてそんな風にうまいこと表現されていくのかもしれないし、うん、一方で自分のパーソナリティとしてはもっとね、うん、穏やかな、うん、内省的な思考っていうのもあるのかもしれないと、うん、そんな風に見えるのかな。じゃあ初期の頃はそういう風に現れていましたよね。ですね、そうですね、うん、なんかあってね、いいお父さん風な、うんこんなねキャラがだんだん出てくるようになりましたけれども、うん、実は本質的にはそんなような、うん感じであって、うん、っていうところですかね。はい、わかりました。じゃあ次は18度いってよろしいですか。このもね、いいですかね、17。うん、はい、ですね。長話しすぎるかもしれないし、うん。いやいや、お牛ですからね、こってり行くしかないかな。やっぱりね、我々いろいろ絡んでますからね。みんなの方が疲れちゃうかもしれないし。喋、うん、りたくなりますね。全国の牛に向けて語ってます。でもそんなにこうね、飽きないように話したいですけどね。面白がっていただければ。18番で。今度は18度は浄化って名前が入ってるんですけど、これはどんなイメージなんですか？はい。窓から外へ出しているような。今ですね。その気の毒といいますか、私のつけた見出しとして、浄化、知覚と思考についての態度の修正ということですが、また絵を描いてくださってますけれども、キースヘリング長です。とりあえず窓から窓を外へ出してるっていうのが何やってるかって言ったら、こう中のゴミをはたいて虫干してるわけですよね、要するにね、はい、でキーノートとして記されてるのが自我意識の洗浄と、うん、いうことですよ、ね、お掃除というかこうきれいにするみたいな、クリーンにしていくと、どういうことかというと、その、うん、今の流れでの16、17であったような、うん、その16でのその、うん、自分についての、施策をいろいろある頃葛藤するような姿勢があり、で17では そこでも何か自分にとっての真理を追求していきたいっていうようなこの流れを受けて、じゃあ18度なんだよっていうことになったら、じゃあ自分の真の敵っていうのはどこにあるんだ、自分の中じゃないのかと。真の敵は自分の中にいる。それに気づく、そういう度数ですね。その内面をはたいてるんですか、ということですね。自分の中をはたいてこうさらけ出して見ることによって、自分の中に救っている自分の敵、内敵っていうものをこう、確認するというね、そんなような度数だと思っていただけます。なるほど。松本さんの解釈もほぼ同じですよね。ひとたばたと、全部吐き出しちゃう人とか保っておけない人とか秘密を守れない人出るよねって言われてたんですけど、パーソナリティとしてはそういうふうになるということですね。これでもさっきからその流れで言うと、はい、もうちょっとその何とかな、自分の心理的な、こだわりとかぐちゃぐちゃしたものを出すっていうふうに見ればいいんですか。というよりも、その単に出すというのは、16ではそうやって真理を追求するということがあるというのが、16ではその、何ですか、自分にとって、うん、じゃ
何かこれから進む上で伝統的なものは何ら価値がないよって気づいた、うんうん、で17時でじゃ自分なりのやり方で、うん、自分なりの戦い方で、ね、真理を探求していこう、うん、となった時に、うん、じゃ自分の中でこう何か、うんうん、一番